タービン駆動真空ポンプの設計を説明します。これがタービンで駆動される真空ポンプになります。この部分が真空ポンプを駆動するための衝動型の、タービンになっています。この細い円錐形のノズルから、高速高圧の粉流が噴射されて、この3次元形状ブレードを回転することでタービンが駆動されます。そのタービンの動力はこちらにあります、非常に多段の真空ポンプ、そちらの方に動力が伝達されて、真空を生み出します。その真空ポンプの部分の構造について、詳細に見ていきたいと思います。真空ポンプの入り口はこの部分が入り口になります。そして入り口のすぐ後ろにあるのは4段の、これは分子レベルのガスを後方に送るための特殊な多段の軸流型の羽になっています。後方に送られた分子レベルのガスはさらにこの部分にありますネジ型のポンプ、このようなネジ型のポンプで加速されてまた後方に送り出されます。それがさらに非常に特殊な形の遠心型、これは遠心型の2段の真空ポンプになっていますけども、まずその遠心2段の真空ポンプの1段目を通って、それがさらにこちらにある2段目の2段に羽を持つ真空ポンプを通ることで最終的に排気の方からガスを出すことができます。このように多段の真空ターボ型の真空ポンプ構造を持つことで強力に短時間で真空状態を作り出す、それがタービン駆動真空ポンプの設計の特徴となっています。